白賀門は、群馬県利根郡水上町に位置する山で、標高1720メートルである。群馬百名山で、群馬県境良線トレール谷川岳、馬蹄系重層コースと群馬県、自然環境保全地域にもなっている。国土地理院地図2020年8月閲覧、群馬百名山。群馬県。2018年1月10日閲覧。群馬県境良線トレール。 群馬県、2018年1月10日閲覧。群馬県境両セントレール谷川学、馬蹄系重装コース。群馬県、2018年1月10日閲覧。朝日岳、白賀門三島面。群馬県、2018年1月9日閲覧。白賀門登山口駐車場。参考記録共有データベース、山猫。 2018年1月9日閲覧。白鴨門から朝日竹日帰り。参考記録共有データベース、山猫。2018年1月10日閲覧。紅葉見事な谷川連邦白鴨門か佐賀岳、朝日岳ピストン。参考記録共有データベース、山猫。2018年1月9日閲覧。白鴨門から巻き消え。残雪の上越国境重奏。 参考記録共有データベース、山猫。2018年1月9日閲覧。土合口。参考記録共有データベース、山猫。2018年1月9日閲覧。水上温泉、谷川学、宝川温泉、湯の小屋。関越交通。2018年1月9日閲覧。ありがとうございます。